フィンドレーはアメリカ合衆国オハイオ州北西部に位置する都市、同州ハンコック軍の軍庁所在地である。人口は4万1202人。市はトレドの南約 75km に位置し、トレド都市圏との結びつきが強いが、トレド都市圏とは別個にハンコック軍一軍からなるフィンドレー小都市圏を形成しており、その人口は7万4782人を数える。 このフィンドレー小都市圏に、セネカ軍一軍からなる、ティフィン小都市圏を加えた、フィンドレーティフィン広域都市圏は、人口13万1527人である。フィンドレーは、軍北東部のホストリアと並んで、ハンコック軍内に2つある市の1つである。また、北西をイオにおける数少ない成長都市の1つであり、同域で2番目に大きい市でもある。市は、フラッグシティ。 USA を公式の愛称としている。フィンドレーという使命は、米英戦争時にこの地に建てられ、ジェームズ・フィンドレー大佐を叩いてその名をつけられた同盟の取り出に由来している。1821年7月3日、アーバナ出身のジョセフ・バンス、コロンバス出身のウィリアム・ニール、及びニューカー・ライル出身のエルニエさん・コーリーの3名が、この地に足を踏み入れ、区画を整理したことから、 フィンドレーの村としての歴史は始まった。フィンドレーは1877年に正式な市になった。1880年代、フィンドレーは石油と天然ガスの産出によって栄えた。20世紀初頭に資源が枯渇すると、フィンドレーは低迷したが、1960年代に週間高速道路75号線が完成すると、フィンドレーは再び成長し始めた。 1908年、地元、フィンドレーの東の農村で生まれたシンガーソングライター、テル・テイラーは、フィンドレーのブランチャード下半で、ダウンバイザ・オールド・ミル・ストリームという曲を書き、2年後の1910年に発表した。この曲は400万枚を売り上げ、20世紀初頭において、最も人気のある曲の一つになった。フィンドレーは、 北斐41度2分18秒成形83度39分6秒に一致している。トレドからは南へ約7 5トル州都コロンバスからは北北西へ約1 3 5キロメートルインディアナ州フォードウェインからは西へ約1 2 5トルデトロイトからは南南西へ約1 6 0トルに位置する。アメリカが州国国政調査局によると、 フィンドレー市は総面積44.8キロ平方メートルである。このうち 44.5K 平方メートルが陸地で0.3キロ平方メートルが水域である。総面積の0.64%が水域となっている。フィンドレーにはモーミー川水系の支流であるブランチャード川が東から西へと流れている。ブランチャード川はオーグレーズ川を経て ディファイアンスでモウミー川本流に合流し、トレドでエリーコに注ぐ。マラソンペトローリアム本社フィンドレーには、クーパータイヤラバーが本社を置いている。同社は、自動車、トラック用、タイヤメーカーで、イングランド、メキシコ、中華人民共和国などにも進出し、国際的に事業を展開している。また、フィンドレーは、マラソンオイルが1九0年から1 9九十年まで、 本社は置いていた地である。同社はフィンドレーを去った後ヒューストンに本社を移したが、1998年にアシュランドとの合弁企業であるマラソンアシュランドペトローリアムを設立した後、2005年に完全子会社化マラソンペトローリアムに改名し、その本社をフィンドレーに置いている。フィンドレー大学、フィンドレー大学はダウンタウンの北約1キロメートルにキャンパスを構えている。 同学は1882年に創立されたフィンドレーに本部を置くチャーチズ・オブ・ゴット・ゼネラル・カンファレンス系のリベラル・アーツ・カレッジで学部生約2900人、大学院生約1000人の学生を抱え学生体教授の日は15、1である。またチャーチズ・オブ・ゴット・ゼネラル・カンファレンスの神学校であるワインブレナー人学校はフィンドレー大学に隣接して立地している。 フィンドレーにおける K12 課ほどはフィンドレー市学区の管轄下にある公立学校によって支えられている。同学区は小学校9校、中学校3校、及び高校1校を有している。小学校は下級学年と上級学年に分かれており、教職員がよりそれぞれの学年幅に適した教育ができるようになされている。フィンドレーに最も近い商業空港は、 トレドの西に立地し、フィンドレイからは、車で約1時間のトレドエクスプレス空港である。しかし、トレドという都市の規模の割にはこの空港の規模は小さく、就航している定期旅客便は、アメリカン航空によるシカゴオヘアへの便、およびアレジャイアント航空によるオーランドサンフォードと、セントピーターズバーグクリアウォーターへの便のみである。より規模の大きい空港としては、 デルタ航空のハブ空港で同社の便を中心にアメリカ合衆国内外から多数の直行便が発着するデトロイトメトロポリタンウェインカウンティ空港がありフィンドレーの中心部からは車で約1時間40分である市中心部から南西約 1.8km にあるフィンドレー空港はゼネラルアビエーションと呼ばれる自家用機やチャーター機ビジネスジェットなどの発着を 主とした空港である。市の西には、週刊高速道路、I-75 が南北に通っている。I-75 は、ミシガン州からフロリダ州まで、合衆国を南北に縦断する幹線で、オハイオ州内においては、シンシナティ、デートン、トレドを結び、オハイオミシガン州境を越えて、デトロイトへと通ずる、州西部の動脈となっている、高速道路である。また、 修道15号線は、フィンドレーの南東のキャリー村で、国道23号線に合流し、コロンバスへと通じている。グレーハウンドのバスリーポは、フィンドレーの中心部からかなり離れており、北高のバンビューレンの西、I-75 と、修道613号線のインターチェンジ近くにある。このバスリーポからは、シンシナティ方面、トレドデトロイト方面、 コロンバス方面の中長距離バスが発着する。以下にフィンドレー市における1830年から2010年までの人口推移を表で、また1850年から2010年までの人口推移をグラフで示す。ありがとうございます。